ラジオの絆、ここからは東北の絆のコーナーです。このコーナーを支えてくださっていますのが税理士法人山重会計事務所の皆様です。本当にありがとうございます。まもなく100回目を迎えるこの東北の絆、今日はこの100回を間もなく迎えるコーナーを、今までを振り返ってみようと思います。そしてさらにこんな形で東北の力になっているという皆様からのその情報もたくさんお寄せください。このコーナーにご出演いただいたり、お話を伺わせていただいて、私が代わりにお話しさせていただいたり、さまざまな支援の形をお届けしていこうと思っています。間もなく100回目ということでね、実はもう一つのコーナー、5時台のラジオからこんにちは、神奈川県立子ども医療センターのみんなとつながるラジオからこんにちはも、ちょうど東北の絆と同じ時期に始まったものですからね、どちらも100回目を間もなく迎えるんです。8月30日が100回目の記念の日です。100通りの応援の仕方があるということをね、お届けしてきたんだなと思いながら、もちろんこの東北の絆はアーカイブ、FM 戸塚のトップ画面、最初の画面を見ていただきますとね、右側の真ん中あたりかな、あのコーナーをもう一度聞きたいというねところがあります。そこをこうクリックしていただきます。そうするとアーカイブと書かれてある、アーカイブという言葉がね、なかなか分かりにくいというふうにいただいたものですから、あのコーナーをもう一度聞きたいという名前に変えました。でもアーカイブの方が馴染みのある方はこれがそれです。で、ここには今までのアーカイブとして残しておいたスポンサーの皆様のものだったり、いろいろな形でアーカイブとして残すと決めたものがファイルとして入っています。この中の東北の絆をクリックしていただきますと、私たち FM 戸塚の今のパーソナリティの写真の下にね、ズズズズズと出てくるわけです。これがですから間もなく100本になるということです。先週お届けした復興バー、石巻の復興バーが銀座にスピンオフしたというね、この復興バーの石潤店長さんのインタビューもお届けしたのが先週。そして、そうそう、石潤さん、この後みんなの春よ来いリクエストいただきましたものね、お届けしていきます。4時、そうですね、45分過ぎになるかなと思いますが、お届けしていきますので、ぜひ聞いてください。みんなの合唱が素晴らしいとねリクエストいただきました。それから未来サポート石巻の皆様が作られた語り部証言 3.11 のこと、この小冊子を愛子さんからいただいて、貸していただいてね、ずっと読み続けています。たくさんの語り部証言の方たちが実際に自分があったそのことをですね、語り部としてつないでいきたいという思いで、応援に来た方たちを集めてね、お話をなさっているわけなんですが、それを一冊の本にまとめて、さらにたくさんの方たちに聞いてもらいたいということなんです。私の声で読ませていただいています。これも未来サポート石巻語り部証言ということで、もう、随分の回数続けてまいりました。10回になりますね。このアーカイブずっとずっとこうクリックをしてね行って、そしてスクロールして下まで見ていただくと、あ、これ聞きたいなって思うものをね、今度クリックしていただくと、
その時の音声が聞こえるという仕組みになっています。簡単な解説も触れていますので、タイトルだけではわからない場合、さらにそこをこうクリックして、そして例えばこの前は岩手県田野畑のイベントにウクレレを持って行って、そして応援した、ウクレレサポート協会の皆様がご出演くださいましたが、そのようなことがここの解説されていて、そしてその下に桜トットちゃんが映っていますので、そこを矢印をクリックすると音を聞いていただくことができるという仕組みです。ワタノハスマイル展の茂木由美子さんにもお越しいただいてね、お話いただきました。石巻のワタノハという地域があるんです。とても被害が大きかったところです。私も2011年の6月にチームコンの FM 戸塚のコンの顧問を筆頭とする仲間たち、ラジオや音楽や無線に関わる仲間たちと行ってきましたが、ワタノハ地区でもお一人の方がね、そこにいらっしゃってお話聞かせてくださいとインタビューさせていただきました。そのワタノハ地区のワタノハ小学校に流れてきた瓦礫を子どもたちが工作して、素晴らしい前向きの作品を作っているワタノハスマイル展、私行ってきました。茂木由美子さんに案内していただいて、そのお話もアーカイブで聞いていただくことができます。さあ、それから帰り道もお届けしましたね。東北の皆さんが本当は還暦の時に作る帰り道なんですが、亡くなった方たちにへの思いを込めて帰り道一緒に東北の方と作るというね、お話聞かせていただいた帰り道、これからもまた帰り道のことをお届けしていこうと思っています。そしてクリエイティブの可能性、クリカと略すんですよね。学生のみんなが東北に行って、さらにきっかけバスも作ってという、この話も東北の絆アーカイブで聞いていただくことができます。最初の頃は宮城ジョネットの草野さんと電話でつないでお話ししました。宮城女性ネットワーク、トレーラーを借りてきてね、何もなくなった場所にね、白いトレーラーを置き、そこに悩みを抱えている女性たちが集まってきて、お茶を飲みながら話して涙を流すうちに少し元気になっていくという、この宮城ジョネットの活動本当に素晴らしくて、お茶菓子を FM 戸塚のこのそばのシュザーンさんのお菓子を送らせていただきました。柏川もなかも、それから調子屋さんのお菓子も送らせていただきましたね。皆さんでお茶を飲みながら戸塚のお話しして食べてくださいとお話をさせていただきました。その他にも映画、東北を舞台にした映画、それからヤコブさんは目が不自由でありますが、東北に、それも福島にこだわって、いわき市にこだわってもう11回行ってらっしゃるヤコブさんのお話、何度も聞かせていただきました。それから東北の幼稚園を支援する戸塚の泉区のこの近隣の幼稚園協会の先生たちにもご出演いただきました。ずっとこう振り返ってみますとね、もう1ページでは終わらずに古い記事へっていうところをね、クリックしていただきますと、この東北の絆さらにお届けすることができるわけなんですけれども、一番最初は藤村美智子さんだったんだなと懐かしく思います。美智子さんが三陸復興応援企画ツアーのに参加して、お友達と行ってたくさん三陸のものを買ってね、そしてそれをスタジオに持ってきてくださって、今の三陸の話をしてくださいました。ルミ子さんも東北の応援のためにハンドメイドの作品を作ってご自宅を開放していらっしゃいます。今でも継続していらっしゃるルミ子さん、またぜひともねご出演いただきたいなと思っています。どうぞ皆様近くで、そして皆様自身が東北の応援をしていらっしゃるならば、
この遠くの絆にぜひともご出演ください。 FM 戸塚にご連絡をください。ファックス 045-867-0837、 メールアットマーク fm-totsuka.com、 FM 戸塚のホームページからもね、クリックしてリクエストメッセージということでね、送っていただくことができますので、あゆらやよい宛てにお願いいたします。今日の東北の絆は、まもなく100回目を迎えるこの絆、振り返ってみました。税理士法人山重会計事務所の提供でお送りしました。今日の東北の絆でした。